はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。レスキューヘッジホックです。さあ本日なんですが、この最強カードの可能性をねちょっと見出していきたいなというふうに思ってまして、これ診断で追加された謎の UR カードなんですけどなんで UR？ このカードはどういう効果を持っているかと言いますと、名所指定の単一がついてまして、フィールドのこのカードを除外すると、レベル3以下で種族属性レベルが同じとなる通常モンスターと効果モンスターを一体ずつデッキから特殊召喚するよという効果を持っていまして、特殊召喚したモンスターの効果が無効化されてエンドフェンス破壊されるという効果ですね。だから、一応1枚が2枚に増えるというところと、あとリクルート先がすごい幅が多くて、とても可能性を感じるモンスターではあるんですよね。とても強い効果自体は。ただ問題点がめちゃくちゃいっぱいあって、まずやっぱりね、誘発全部食らうんですね。うらら、抱擁、エフェクトベーラー、全てのカードに弱いですこのカードは。そして基本的に展開するのに召喚権を使ってしまうこのモンスターに。であとサーチがないそんなに簡単にサーチしようと思ったらいろいろあるけど、例えば演武天気みたいなのにポンって打ってサーチできるとかそういうカードはないから、基本的には獣族持続性なんでね。なんでぶっちゃけ可能性の獣ではあるんだけど、ガッチで使うことはちょっと難しいなというモンスターになっているんですよ。で今日はこのモンスターを使って何かできないかなと思ったんですけど、やっぱそういう問題点を抱えている関係上、やっぱ結局そういうカードって通ったら勝ちの状況を作るしかないと思うんですよね。で今日はちょっとレスキューヘッジホックってレスキューモンスターなので、レスキューフェレットとレスキューヘッジホック両方とも使いたくて、デッキ組んでみました。レスキューフェレットでレスキューヘッジホックをリクルートしてくることもできるわけなんですよね。だからこのレスキュー2連打して今日はちょっとワンキルしたいなっていうところの発想からちょっと、デッキを組んできたんで、ちょっといつも通りのギミックで恐縮なんですが、見ていただければなと、いうふうに思ってます。早速ね、このモンスターをどういうふうに、龍実況チャンネルさんが使って意味不明デッキを作ってきたのかだけ発表します。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。レスキューヘッジホックとかいうモンスターをちょっと全力で救済するデッキを使いたいと思っているんですが、あまりにも決まんなすぎてちょっと切れそうですちょっとやっぱうんこデッキ、なんもラストじゃないこれ。うんこデッキ回すのきっちりマジこの環境、やっぱ手札威圧死ぬほど入ってっからさ、みんなマジ展開通んねんだよなあ。通りそうじゃねえ。あと2ビルだけほんとやめてほしいんだけどさ、ワンチャン通りそうだ俺。来たわ、やっとチャンスが巡ってきたかもしれない俺に。これでゼンマイモンスター2体で、誰やねモンスター出して、でゼンマイコン出して、これ親会ムーブってやるやつですね。龍実況チャンネル、を見ている方であれば、おなじみというか、親の顔より見た光景と言われている、親顔ムーブと言われているやつですね。この辺はもう飛ばしていただいても構いません。もう展開をこれねっていう方はもう飛ばしていただいて構いません基本的には。でこうしまして、で、ゼンマイコンの効果を起動しまして、やばいです。レスキュー系のモンスターってさ、やっぱさあれなんだよ、逆転が多すぎんだよね。面白いカードの効果してるとは思うんだけど、結局弱点があまりにも多くて、やっぱまず誘発全部食らうんだよね。うららがクリティカルヒットするし、無限抱擁とかエフェクトペイラーとか全部クリティカルヒットするし、要は展開が通らねえのよ。でそもそもサーチがまねえのよあいつらって、基本的にはそんなに。だからやっぱ手軽に、例えばさ重戦速みたいなさ、演武天気みたいなカードでサーチできるわけでもないしさ、初動にするにしてはちょっと浅すぎるというか細すぎるんだよね。だから主軸には置けないくせに誘発めっちゃ食らうから、あんまりね、しかも召喚権使っちゃうしね、もう弱点しかないみたいな話なわけですよ。それをどうやって活躍させるかって言ったら、もう通ったら勝ちっていうデッキにするしかないわけですよ基本的に遊戯王なんてのは。もうね、つまりだから、今回は通ったら勝ちのデッキを作ってきました通ったら勝ちのデッキってか、これ月亀を戻す必要なかったかもはや。月亀を立て戻す必要性すらねえわ。こうしてでちなみにギアブレードマジ優秀っすね。フェニックスギアブレード、これガチでこのカード最強です。ソリティアにも使えますから、はい、まあもちろんね、遠征騎士とかにも使えるんですけど、ソリッターにも使えるのマジ強い。で、ダラン・ペルルシアンの効果発動。レベル4のモンスターが2体、4体で、オーバーレイ、エクシェンジ召喚、改ざん機ダラン・ベルシアンのモンスター効果。4個の素材を使うと、なんと、魔法トラップカード何でも差し入れとかいう地獄の効果。クイズ大会開きます。クイズ大会開いていきます。そして、魔法使いを含むモンスター2体でリンク召喚。現れろ。新生魔法後、セレーヌちゃん。セレーヌちゃんのモンスター効果を発動。セレーヌちゃんのモンスター効果によって、自分の文字の、魔法使い族モンスターを投球召喚。あ、手札でもいいので、これサモンプリストとか1枚でもいいですよね。サモンプリストの効果を発動。魔法カードをぶん投げることによって、デッキからレベル4のモンスターを特殊召喚。もちろんレスキューフェレットを特殊召喚するぜ。そして、これでいいか、サモンプリストと神聖魔高校セレーネを使って、うわっ、現れよ、正面の神球アポロウーサ。これ絶対さ、レスキューフェレットからさ、何このレスキューヘッジホック出さなくてもさ、サモンプリストからさヘッジホック出したら多分いけんだよなこれぶっちゃけちゃうと多分だけどいけんだよな。まあ、それはちょっと言うのなしでお願いしていいですかはい。で、G ランティスのを発動しまして、で G ランティスの効果起動しまして、 G ランティスの効果を、起動すると、なんと、モンスター効果が有効になって、まあ、モンスターがいっぱい効果が有効になって呼び戻しされてくると。マジでレスキューフェレットからレスキューキャッ何レスキューフェレットかじゃなくてレスキューヘッジョック出してこいよみたいな話なんだよマジで。で B フォース毒倍のニードルの効果を発動。で必中のピン持ってきて、でまあ一旦リンク召喚するか。リンク召喚、G ランティスとリゾルデでリンクして、で黒シープで、ヒッチのピンとかいうよくわからないモンスターを出しまして、根治の入りの特殊召喚ヒッチのピンの数が200倍の大ダメージ与えるやつねこれで、レスキューヘッジホックのモンスター効果は満を持して発動。うお、北風太陽とヴィーナスの特殊召喚誰そして創造の代行者ヴィーナスのモンスター効果500ライフポイントを払ってホーリーシャインボールを特殊召喚しようとするが、この効果は無効になっているため無限にライフを払わなければならない。いってー、最悪、もうくそー、なんで向こうにやっているんだちくしょう、やけくそ効果、うおこれ何してるかっていうとライフを減らしてるだけなんですよね。ただ単にライフを減らしてるだけっていうゴミみたいなギミックを今、皆さんにお披露目しております。はい、うおー、痛い痛い痛い、うわー、大丈夫かなこれさ、あまりにもさ向こうの効果を連発した場合さ、なんか強制的に効果発動できなくなるみたいな仕様あったよな、マスターデール。これ大丈夫か、やばい、それ確認しなかったら大丈夫だわ。ビギナスの効果、はい、残りライフ500になりました。痛いですね、ふざけんな、許さん、絶対に許さん、マジでお前だけは。そして、4体のモンスターを使ってシンクロ召喚して、よくわからないモンスターを出し、うお、パワーツールブリーバードラゴンで、パワーツールブリーバーの効果、パワーツールブリーバーで、黒い、ブラックペンダントを装備して、はい、で、剣のきらめきの効果を発動。デッキトップドッグ、デッキトップに魔法カードを置いていく。そして、ここでクイズです。ででデッキトップのカードは何でしょうか。わかんねえな、魔法カードかな。いや、当たった、神ゲーブラックペンダント発動何このクソデッキ